そんなタイトルあるって思って、そうだからだからだからって何何だからだからだから、いいポジションじゃないだって本当です。でもね、ありがたいことにたくさん映らせていただいてね、みんなが喜んでくれてかっこよかったとか、歌が、あと歌とか歌声がすごい聞こえたって言ってくれて、そう頑張ってね、自分の存在感を出すために私は歌で、やっぱねダンスもねやっぱ頑張るんだけど、やっぱ自分はそう歌でもちょっと歌も頑張りました今日はうん、だからどこ歌ってたかみんな分かったかな、私が。うん、めちゃめちゃ分かった、だってイエーイ、ありがとう。カラコン入れてるよ。曲名星になるんだが、だってやば。え、元彼ですが、なんで NG ワードなのかな。でも NG ワードだよね普通に、なんか元彼ですとかなんかやましいよね、なんかなんかちょっと、でも曲名なんで NG じゃないですよう、ん、なんかやましくないですか元彼って言い方が今は今彼、元彼、元彼、やましくないやん、だってなんか元彼って言い方がすごいなんかなんか面白いなって思いました衣装はズボンです、ズボン。私は、うん、短パンみたいな。全身写真撮ったけど載せてない、次来た時にまた撮って載せるね。元彼ですっていうタイトル、今髪の毛何色なの、だって青にね染めて5日ぐらい前に、4日とかかな、ちょっと青みで今はもう落ちてきたうん、タイトルの衝撃すごかった、だって本当新曲だから青に染めたの、そうです。よし、元彼です元彼アピール、元彼ですね。お代理に一旦振られたいんだからってそしたらじゃあ私の元彼になれますね。あ、でも待って、付き合ってないんで、あのあなたとお付き合いしてないので元彼ではなく、ただ振った人ですね。元彼ではないのですいませんはい、うん、元ファンです、だってやば、気まず、待って、気まずいです、元ファンですっていう発言とても気まずい、気まぜっとすぎる。ファンになってください、また戻ってきてください。気まぜっとすぎ、元ファンですはちょっと気まずいですうん、キマゼット
元さやです。だって元さやって、元さやもいいんじゃない。元さやっていうのは、元さや復縁ってこと。ああなるほどね。元さやもいいんじゃない。元さやは一回別れたけどもう一回付き合うみたいなことを元さや。えすごそうなんだ。みんな詳しいですね。そういう経験が終わりなんですね。すごい意外と。ありがとうございます。学ばさせていただいてますね。ありがとうございます。みんなそんな経験がいろいろあるんですね。いや私全然わかんないので、皆さん教えてくださりありがとうございます。うん、カラコンは何色なの？カラコンはサイダー色。サイダー色です。嘘はいいよってきた。本当ですよ、マジで。サイダー色、これ渡辺直美さんのカラコンです。サイダー、サイダーっていう商品名。うん、カラコンは用意してもらったカラコンあったけど自分の使いました。自分がこれがいいなと思って買ったの前に。ね、元カレです。すごいね、いい曲。なんか歌詞もめっちゃ好きになってきた。めっちゃいい歌詞じゃないですか。なんか最初はなんかもうダンスってイメージなんですけど、なんか歌詞も好きになってきた。うんうん、なんかうんいい曲。なんか私失恋ソングが好きなんですよ。なんか明るく、お前の未来は明るい頑張れみたいな曲よりも、なんかそういうちょっと切ない系の歌詞が好きなんですよ。そう、あの失恋ソング的な。だからなんかそういう感じの、なんかこれ失恋ソングとかじゃないけど、なんかまた違ったそういう歌詞で、なんか失恋でもなんかちょっとなんか面白い歌詞だなと思ってめっちゃ好き。そうダンスもねめっちゃ練習した。2月くらいから、ね、まずは MV に向けてみんなで練習して、またこの歌番組に向けてまたいっぱい練習しました。すごい揃ってて綺麗だったらで嬉しいな。うん、そう、振り付けはガンミさんっていうグループのダンスグループのリーダーの方なのかな、ソータさんという方が振り付けしてくださって、そうめっちゃすごい方なので、そう気合い入れて練習もみんなで頑張りました。そうガンミさんっていうダンスのチーム、
トレンド入りもしてたね。だって嬉しい、本当にありがとうございます。皆さんももちろんつぶやいてくださいましたよね。 AKB の元カレ、もちろん一応やってたってありがとう。でも本当にね、みんながやってくれるからこうやってね、いろんな方の目についてそう広まるので、ぜひよろしくお願いします。今はね SNS の時代だからね、ああやってみんなでトレンド入り毎回ね、みんながつぶやきたくなるぐらいのパフォーマンスを私たちがね目指すので、ぜひ皆さんもずっと AKB 見ててください。TikTok にもたくさん上がってるだって。え、そうなの？ TikTok？ あ、見てないな TikTok 全然。これでお話し会もいっぱい申し込みそう、来そうだって。来てくれたら嬉しいな。お話し会受け付けてるんで待ってます。お話し会楽しみ。あ、あとお代理サイタルの T シャツの予約受付は今日が終わるまでなので、皆さん忘れずによろしくお願いします。あと15分しかないって。ぜひ皆さんお揃いできましょう。私がデザインしましたよ。お、嬉しい。もう買ったとか予約したって嬉しいな。 I love you。 L サイズにしました。 M にした。おお、いろいろ。もう一枚買おうかしらだって。え、嬉しい。着る用と持っておく用。ありがとうございます。ね、お代理サイタルももうすぐだからめっちゃ楽しみです。明日の朝一で買いますって。買えません。もう売ってません。かっこよかったですか？元彼です。嬉しいな。やっぱね、嬉しい。ありがて。おじじ、あの色大丈夫かな、ちょっと不安だって。おじじ大丈夫ですよ。あの色は誰にでも似合いますから。ダンスシンクロすごかった、嬉しい。いや、あのねあれツイッターでさ、みんながさ電話みたいな動画、なんか電話が来ましたみたいなツイートあったじゃん、 AKB48 の公式のアカウントで。あれさ、めっちゃ良いよね。なんか私は撮ってないんですけど、あの別れ話のみんな聞きました？え、絶対聞いてほしいんだけど、なんか別れ話、なんかどんどんなんか付き合うから始まって、なんかちょっと電話でなんか、あれ楽しかったねとかって毎日一個ずつ通話があのつぶやかれてるんですけど、あのもう昨日ついに別れ話をされたんです。いや、なんか振られたんですけど、泣いちゃいました。
なんかそう悲しかったわ、なんか別れてくださいとかってね、すごい辛いっていうか、なんか悲しくなって、で私ひーちゃんの聞いて、なんかまずひーちゃんの聞いたんですよ。そしたらなんかひーちゃんの声のトーンがなんかマジリアルで、なんかめっちゃリアルじゃなかったですか、ひーちゃん。なんか本当にね、なんかマジで一番マジでリアルすぎて、なんか別れてくださいみたいな、私と別れてくださいみたいな、なんかさ別れてくださいとかじゃなくて、私と別れてくださいみたいな、なんかそういうなんかもう、あ気持ちが冷めてるんだなみたいな言い方他に聞こえて、はっって思ってってちょっと涙が出てきた。うんうん、そうちょっと突き放してる感じで、そうなんかそうもう心がないんだなみたいな言い方で、めっちゃリアルでめっちゃ涙が出てきて、うん、そうめっちゃリアルでした。うん、なんか奈々さんのはなんかやっぱアイドルってことを感じさせる電話で、そうなんか、うん、なんかね、あ奈々さんらしいわと思いました。なんかやっぱ自分は夢があるみたいな、ステージに立つみたいな、だからみたいな、今はみたいな、そっちを夢を向かって頑張りたいみたいな感じで電話で言ってて、あ奈々さんらしいなって思って、そうでもなんか奈々さんのそういうやつじゃないバージョンじゃなくて、なんか本当に一人の一人の恋人としての電話も聞いてみたいなと思って、アイドルとしてじゃなくて、もう一人の岡田奈々としての別れの電話も聞きたいですね。ぜひ、うん、そう恋人としてのアイドルっていうのは一回置いといて、まあ、ステージに立ちたいから頑張りたいっていう気持ちもわかるけど、まあ、そこをちょっと一回抜きにして、まあ、そういう別れ話の電話もちょっと聞きたいです。奈々さんのそれマジで聞きたいです。はい絶対泣いちゃうから、なんかそう泣いちゃう、泣きたいんです私は、それの別れ話の話を聞いて、そう泣かせてほしい私を、うんフフ泣きたい。そうゆいりさんのもね、もうなんかゆいりさんはさすがなんかリアル彼女って感じでした。なんか声が震えてたり、そうでもさ別れようっていう時にね、なんか声とか震えたり、ちょっとあなんか本当は別れたくないって、なんか本当は別れたくなさそうだったゆいりさんはね、そう本当は別れたくないけど、なんか別れ話を切り出してるみたいな、そういう感じで。でもさそんなさ声聞いたらさ別れたくないみたいな、別れたくないけど別れたいみたいに言ってるってさ、もうその分かっちゃうじゃん。逆に辛いです、そういうの。なんか辛くないですか絶対。逆にそしたらひーちゃんみたいになんか突き放すみたいな言い方でそう言った方が逆になんかスッてなれる、そう知らんけど、そうだからそう逆にゆいりさんの聞いてたら逆に辛いなって思いました。うん、切ない、なんかうん、いや本当に知らないんですけどなんかあそうなのかなってそうめっちゃ考察してます。だって昨日夜寝る前にそれ聞いて寝たんですから、うん、そうめっちゃね電話マジで良かった、めっちゃ良かった、うん、特にひーちゃんのはマジで
なんかもう本当声のトーンがなんかリアルすぎて、みんなもぜひ聞いてください。あの全員分、私はあのひーちゃんのが一番リアルで泣けたんかな。エリちゃんバージョン今聞きたいだって。え、ちょっと台本がないと無理かな。あのさ、話があるんだけど、私と別れてください。突然だけどごめんなさい。ごめんなさい、別れてください。これどうですか、ムカつきますよね、こんなん言われたら。こんな人なら別れた方がだって、まあ、間違いない。手が出そう、やば、怖。確かにエイプリルフールかなみたいな感じかな。いや、元カレですね。これからどんな元カレです、なんだ、元カレです宣伝、なんて言うんだろう、元カレですって感じのいろいろがあるのか楽しみですね。そう、プロモーション。髪色、あと4分でシャツが、だって、お、皆さんシャツがあと4分でもう買えなくなりますから、よろしくね。また染めたいな髪。なんか今日ヘアメイクさんにめっちゃ褒められた、髪がトゥルトゥルすぎて。私も2週間に1回美容院行って髪染めてトリートメントしてるから、めっちゃ調子いいんです、髪がサラサラ。配信もあと3分だなって、あら、3分、調子いいよ髪の毛。前髪伸ばそうかなと思ってんだよね。前髪伸ばしたい。
同じ髪の色にしたいなって。ぜひ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 。じゃあそろそろランキング読むか。じゃあ行きます。13位 KK3500、 12位ファデル、11位ごめん先生、10位ホワン、9位ボマ、8位中堅、7位日野と、6位国分、5位ひとくまさとる、4位マーアットおだし、3位みやちゃん、2位 TZY、 そして1位はホリケーン。ありがとうございます。皆さんカウントダウン TV 見てくれてありがとうございました。元彼です、よろしくお願いします。ではバイバイ、おやすみ、おやすみなさい。